国道36号沿いの札幌ドーム北側に来ています。今私がいる後ろ階段の右奥で体長 1.5 メートルほどのヒグマとみられるものが目撃されました。現在黄色い立ち入り禁止テープが貼られるなど物々しい雰囲気となっています。午前7時45分ごろ、散歩中の70代男性が札幌ドームの北ゲート付近で体長 1.5 メートルくらいのクマ1頭が寝ていたのを見たと警察に通報しました。男性はクマから100メートルほど離れていたということです。警察は札幌市が警戒に当たっていますが、午前11時現在、足跡などの痕跡は見つかっていません。遊びに行こうと思ったんですけど、クマが出たって聞いて危ないなと思って引き返そうと思ってました。こんなところにまでクマが来るというのは世の中どうなってますかね。おととい夜にもここから3キロほど離れた場所でクマのような目撃情報がありました。札幌市は猟友会などとともにクマについて調べることだということです。以上、お伝えしました。